感じしますね。そうですね。何かやりづらさみたいなところがやっぱりあるんでしょうかね。じゃないですかね。うん。まあ、オンラインでこういう感じで試合するのにこう慣れてないとかもあるかもしれないですよね。こう当然少しずつ自分の間合いを作っていくというところで違ってくるところはあるでしょう。キャシー・リョン先行です。後がなくなったキャシー、先行の01ゲームですからね、ここはキープしてファイはい。ナルレッグにつなぎたいですよね。まあ、ファイナルレッグとなりますと、まあ、コークで先行後攻を選ぶ形となります。そうなればまた分かりません、さらに。そうですね。しかも負けても1ポイントもらえるっていう得点がついてますからね、ファイナルレッグまで行くと。しっかりと重ねていきます。キャシー・リョン勝ち点は3、負けは0。しかし負けてもファイナルレッグまで行けば1ポイント、そのリーグ戦です。あ、ここまでね、ポールが2連勝してくれているというところあります、シンガポール。はい。レスリーからするとね、なんとかつないでいきたいと思われるでしょうからでしね。ょうね。その先にポールにあんなに頑張られると、ちょっと逆にこうプレッシャーになるかもしれないですよね。ポールの場合は、まあ、これぜひ過去の配信などもご覧いただければと思うんですけれども、勝利はもちろんね、そのダーツの中身もねそうですよね。素晴らしいダーツを見せていますから。あんなにクリケットで7点台って出るもんなんですねっていう感じですよね、なんか。何度ホワイトホースを出したことかですとよいうようね。な。確か、ウィーク2終わった時点でクリケットのアベレージ6.9とかでしたよそんなに言ってましたか。ね。確か。あ、ここしっかりとね、キャシーがリードしていきます。追いかけるレスリー。どこかでこの気持ちぐっと上がってくるでしょうか。そうですね。なんかきっかけがあれば、まあ、吹っ切れる瞬間あると思いますよ。赤松さんだとどういうケースでそういう変わったなっていうのは。よくあるのが、お互いなんかあんまりこう入ってないなみたいな展開のところで、どっちかがいいプレーすると、それに感化されたみたいにこっちもいいプレーしてみたいなのが続く時っていうのはありますよね。自分きっかけもありますし、その相手きっかけもあるんで、そこはこうちょっとわからないっていうところはありますね。これ一度外します。そうですね。だいぶナーバスになってますね。まあ、ダーツ面白いのはこれね、完全に独立して投げているにもかかわらず、何かこうね、お互いのリズムっていうのがありますよ ありますね。ね。その対戦相手とかの相性とかもあるんですよね、実はい。際ね。さあ、これは52までフィニッシュ圏内まで持ってきました。キャシー・リョン。フィニッシュ圏内までたどり着かなかったですね。キャシー大チャンスですね。狙うはブル。来ました。さあ、分かりませんよ、この試合。キャシー・リョン、自ら先行の701をキープ。さあ、これで試合はファイナルレッグです。息をふーっと吐いたのはレスリー・リー。ちょっとこれ分かりませんね。そうですええ。ね。
両者の調子いかがでしょうね、赤松さん。探り合ってますよね。なんかお互いこうまだ本調子じゃないというか、いつもの感じではない感じしますよね。まあ、この試合もどこでこのグッと気持ち、そして集中力上がってくるかです。そうですね。セカンドレッグ、先行はエンゾレオクリケットです。スリーマークオープンはしています。ちょっとピリッとしないですね。うん、こちらはどうか。チェミンソク、ちょっと、はい、急いでますよね、なんか投げるのに。もうちょっとこうなんかじっくりこう投げるようなイメージなんですけどね、遠藤。もう大胆に一度外すぐらい間を取っちゃうっていうのはどうなんでしょう、チョイスとして。まあありだと思いますよ。かなりこうまだ定まってきていないという両者です。ちなみに2人とも身長かなり高い2人ですね。先ほど身長の話もしましたけど、エンゾが178、チェミンソク184。ああすごいですね。ハン選手188センチとかじゃなかったでした。そうですね、韓国の2人は、2人とも大きいですよね。そう、ハンウンヒが188ですね。ですよね。選手はこの辺で17本ぐらいこう欲しいところですよね。はい、シングル、ナイスですけどね。はい、まあ、いつもよりこうリリースが遅れて引っ掛けて下に行ってる感じに見えますけどね。うん、転します。うん、いやもう十分ですよ。はい、まあ、もう遠藤選手は16でたくさん点数取らないとちょっとこのままね最後までいかれちゃいそうな感じしますよね。ただトリプルに苦しんでいます。ここで来ました、来たセブンマーク。ただ点差まだリードはチェミンソク、クローズしてさらにプッシュして狙ってきました。まあでもまあ最後外れましたけどね、はい、でも十分だと思いますよ。うん、15狙ってきます。ナイスですね。セブンマーク2連続、はい、まとまってくるでしょうか、ここから。ただちょっと1ラウンド遅かった感じしますよね。もう1ラウンドあればそうですね、もう1ラウンドあればまだ分からなかったと思いますけどね。これでクローズです、15。うん、プッシュに行きました。ここでブルで、ね、4本もしくは5本とか入るとまたちょっと状況変わってくると思いますよ。はい、インナーブル、インナーブルで逆転ですよね、点数。おお、来ました、来ましたね。
冷静にトリプル来ています。あ、うん、もう一つナイスですね。133点取ったんで、はい、かなり厳しいですね。やっぱり今の油断せずしっかり加点するのがね重要なんですね。そうですね、これ4本入れても125点しか取れないんですよね、ブルーだと。133点取られたんで、まあ、それを上回るには3インザブラックしかないみたいな感じになっちゃって、はい、かなりちょっと状況的に苦しいですよね。トリプル、うん、ここの精度高い。ああ、もう一つね、これで114点取りましたね。はい、19トリプル徹底して入っています。チェ・ミンソク、もう一つ。まあ、ただ点数がちょっと足りないんですよね、わずかに。さあ来るか、来ました、ナイスですね、フィニッシュしました。最後の1本は相当緊張したと思います。チェ・ミンソク、クリケットブレイクして、この後自ら先行のクリケットです。タンジェンミン先行のクリケット、ゲームオン。まあ、タンジェンミンはスーパーダーツ出場経験もある選手です、はい、スーパーダーツ2018ベスト16、そのスーパーダーツ2018で決勝でフィル・テイラーを倒して優勝したのが村松です、はい、すごかったですよね、あの試合はね。19をオープンしていますですからその強さの印象として頭に残っているのはひょっとするとタンジェミの方かもしれませんね、相手の。まあそうですね、うんうん、おそらく村松のことは情報があるでしょう、うんうんうん、トリプルです、5マーク。日本は2連勝3連勝といきたいチームジャパン、うん、19トリプルオーバーしました。もう最後の1本しっかりトリプル入れたいですよね、はい、これがこう1回で一発で決まるのと決まらないとでちょっとこう自分が乗っていけるかいけないかみたいなところが変わってくるんですよね。乗っている時の村松であればもうズバズバ入ってきます。そうですね、も相手にとってもやっぱ一発でやられるってのはすごい嫌なことなんですよね、うん、最後決めました。あそこ入れるか入れないかで足踏みとなるかしっかりと引っ張っていくかという形変わってきます。トリプルオーバーしました。もう一回、まあ、しっかり締めてきましたね、うん、20をクローズです。今度はダブルでクローズに来ましたね、はい、うん、
ナイスカバーですね。ただまあ村松選手10点は回ってるんで、はい、これはもうクローズからいくと思いますね。でクローズでもしダーツが余れば18クローズ19いくんじゃないかな。おー、いかないんだ。17オープン、あ、強気ですね。攻めましたね。強気ですね。あのでも村松ってあのクリケットのこのぐらいのタイミングでああいう狙い方することありますよね。そうですね、まあなんかあの、まあ、ジャパンでもよく見るんですけど、はい、村松選手は割とあの点数が待ったらもうどん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 新しいところクローズに行きますよね、なんかね。でやっぱその分やっぱ点数 数的なこう有利さというか点数得点的なこうあの余裕があんまりないので、はい、まあ、こうその都度その都度点数を取り合ってでちょっと上回ったらこうその隙に走るみたいなパターンですよね、村松選手の攻め方っていうのは。オーバーしました、うん、ここもクローズに行きます。オーバーした瞬間に今のはちょっと納得いかないでしょうか。そうですね、しっかりクローズ2本で16をクローズしたかったんですよね、もうこれでタンジェミン選手は逆にチャンスですよね、うん、これシングル1本で点数は回りますよね。13点差なんで。村松さっきはダブルで取りに行ったんですかね。そうですね、最後は16ダブルで取りに行ってますね。それをちょっと取りきれなかったという形となりました、はい、あとこれは19と17クローズされちゃうと逆転ですね。セブンマーク。さあそして、ここはグルーピング、すごいいいグルーピングしてるんですけどね、若干下に集まっちゃいましたよね。さあこれ有利な形です。これはタンジェミン選手大チャンスですね。3本持って17と19をクローズできれば、まず17クローズ、あと2本、19クローズ、16いくんじゃないかな、いきました。やっぱこう点数がちょっと足りないなっていう、はい、あそこで15をトライして外してしまうと村松選手が15トリプル15トリプルで点数は回っちゃうんで、16をトライされちゃうと思って16で加点をしたんだと思います。なるほど、まあ、村松選手全部クローズしましたけどこれ点数負けてますからね、29点差ありますよね。これはもうブルから言ってもいいぐらいですよね。行きましたね。さあ、まずはエリアオープン。おお、ナイスアイですね。54点差。これも村松選手全力で15トリプルに入れるしかないですよね。うん、ナイスですね。オーバーしたのは村松。ブル2本でオーバーしますね、タンジェミン選手。インナーブル。さあ15クローズトライ。ナイストライですね。ここはダブルで十分な状況でした。そうですね。ただ
やっぱ15ダブルってあまり投げないですね。はい、16ダブル、20ダブル、18ダブルとかよく投げるんですけど、ね、はい、まあ、本人的には全然足りてないんでしょうね、村松本人、はい、このもブル2本で点数は回られるんで、はい、これはタンジェンミン選手おそらくブル2本は入れてくるんじゃないですかね。もう一つ、さああと1本です。シングルで十分。決めました。このゲームクリケット先行のタンジェンミンキープしています。ワンオール。